アシュリー・ケインはアメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはティモシール・デューク、ジョシュア・レーガンなど、2018年4大陸選手権銀メダリスト、2019年全米選手権優勝、2018年3月31日、2015年から交際してきた男性からプロポーズを受け婚約した。 オーストラリア出身のペアスケーターの父とカナダ出身のアイスダンサーの母のもとに生まれ、1999年にスケートを始める。シングルとペアを掛け持ちしており、2011年の全米選手権のジュニアクラスではペアで優勝。2012年はジュニアクラスでシングルで第2位になった。2012年の全米選手権の後、ジョシア・レーガンとのペアを解散。 ペアも続けていくが、シングルに専念する。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで3位となり、シングルでは、国際大会で、初めてのメダルを獲得。2016年5月、ティモシール・デュークと組、5シーズンぶりに、ペアへ復帰することを発表した。2016から2017シーズン、ゴールデンスピンで、銅メダルを獲得。全米選手権では、 同メダルを獲得し、4大陸選手権では9位に入った。2017から2018シーズン、グランプリシリーズに参戦し中国杯で6位。全米選手権では4位で2年連続で表彰台に立った。4大陸選手権では2位となり、ISU チャンピオンシップスで初メダルを獲得した。2018から2019シーズン、グランプリシリーズ初戦のスケートアメリカで、 銅メダルを獲得した。ゴールデンスピンでは FS のリフトで頭から落下するミスがあった。演技中断をすることなく滑りきるも落下の影響で脳震盪を起こした。全米選手権では初優勝を果たし1枠しかない世界選手権の代表に選出された。同大会では9位となりアメリカペアの出場枠を2枠に戻した。詳細詳細。ありがとうございます。